皆さんこんにちは。今回紹介するのは日本の女優タレントの足立由美さんです。1981年9月14日生まれ、東京都出身、個人事務所 IMILIMI 所属です。実年齢より若く見える女優ランキングでは深田恭子さんや石田ゆり子さんらを抑え、1位を獲得したこともある由美さん。身長も相まってとても幼く見える時もありますよね。まさしく合法ロリ。実際に以前本人がロリババアと呼ばれることを公認したこともあるそうです。そんな由美さんの気になる3サイズですが、残念ながら公表されていません。そこで今回もネット上の予想3サイズを一番最後に発表しますので、紳士の皆様は最後までゆっくり見てくださいね。2歳の時に子育て雑誌でモデルデビューし、本人曰く気がついたら芸能界にいたとコメントしており、子役時代初期は東京児童劇団スペースクラフトジュニアに所属し、 CM などで活躍しました。同年代の芸能人と比較して芸歴が長く、本人曰くうっちゃんなんちゃん DM ネットワークは同期と発言しているそうです。1990年にドラマ自由の丘に私が残ったで女優デビューし、1993年にはレックス恐竜物語で映画デビューも果たし、初映画にして主演を務め、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しました。そして1994年にテレビドラマ家なき子で主人公の相沢鈴役を演じ、一躍脚光を浴び、同作品は最高視聴率 37.2% を記録し、鈴のセリフである同情するなら金をくれは新語・流行語大賞にも選ばれるなど社会現象となりました。話題作のため家なき子の放送直後、家なき子アゲインでダイジェスト版が放送され、その後も劇場版家なき子、家なき子2などシリーズとなり、この作品で日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞しました。また1997年にドラマガラスの仮面で主演を務め、こちらのシリーズもガラスの仮面、ガラスの仮面に、ガラスの仮面 SP など再現の高さで話題を呼びました。1999年の18歳の時、大河ドラマ元禄繚乱で主人公のそばめ役を演じ、その後もドラマ大奥の出演や昼ドラ娼婦と淑女で主演を務め、2014年には花酔い道中で20年ぶりに映画主演を果たし、濡れ場はヌードを披露し AV よりも抜けると話題となりました。私も由美さんの丸見えおっぱいには大変お世話になりました。また2021年11月に30年所属していたサンミュージックプロダクションを退所し独立し、2021年12月1日からはマネージャーと設立した個人事務所 IMILIMI に所属しました。私生活では2005年9月14日に自身の24歳の誕生日にスピードワゴンの井戸田潤さんと結婚し、2006年4月に第一子となる女児を出産しましたが、2009年1月8日に離婚しました。長女の親権は足立が持ち、井戸田が養育費を支払うことで合意し、2014年11月13日にカメラマンの桑島聡明さんと再婚し、第二子となる男児の出産しています。趣味は料理、読書、映画鑑賞、絵画、麻雀、カラオケであり、好きな食べ物はロケ弁、カレーライス、お好み焼き、もんじゃ焼き、鶏団子鍋、煮込みハンバーグです。またステーキが大好物で 300g 食べることもあるようです。それでは最後に予想3サイズを発表します。上から78、58、81の C カップという予想が有力なようです。幼い顔つきとは裏腹に文字通り肉食系の由美さんに、私のフランクフルトもパックリ食べていただきたいですね。ということで今後も目が離せない、活躍されること間違いなしの足立由美さんをこれからも応援していきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは素敵な女性のエピソードを紹介するとともに、えりすぐりでちょっとエッチな写真も交えて紹介していきます。この動画を見て股間のフランクフルトがカチカチになってしまった方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではこの後は由美さんとの二人っきりのお時間をお楽しみください。ではまた次の動画でお会いしましょう。